あら、これはおそらくこれはわざとこう、いか、なんかね、いかにもじゃないですか。綺麗です。なんかこう散らした感じが、ね、ちょっとなんかね、粋な感じがありましたか。しますね。いやでもちょっと周りと俺も影作る一緒になるほど、影だらけ、影だらけ、うん。影には倍返しだみたいな。大豊神社。絶対わざとだ。あら。絶対散らしてる。そうですね。うん。可愛いけど。いやー本当だ。ちょっと怖い感じ。ちょっと怖い感じがしますけど、ヘビー様がいて、キツネ様がいて、ネズミ様がいます。おちょっとあの狛犬じゃないけど、こっちは口をつぐんでて、うん、口は開けてますね。あ、やっぱりそれは守ってるんだ。なんか一応そんな感じがちょっとしますけど。もうすごい満開、うわーって咲いてるじゃないですか、はい、なのでちょっと今は、超広角レンズ出してみました。これでですね、なんかたくさん咲いてるのでいっぱい入れて撮っちゃいみたいなね。だいたいあのずっと標準レンズか望遠レンズで来てましたけど、はい、まあ、標準とかってね、つけちゃうとずっとまあこれでいいかっていうね感じが、結構標準レンズってもうそれつけとけば、まあ確かにちょっと不便に感じることはありますけど、まあでもこれで撮っちゃえみたいなね、あのことでこう意識しないとレンズ交換をしなかったりするので、でもね、そうするとやっぱり同じようなね絵にばっかりになるので、たまにはちょっとこういう広角もつけてみたりとか。なんかここあの猫がすごい、よく見ると猫があちらにもこちらにも寝てますわ。猫様が、あら、はいはい、寝てますわ。ちょっとこれ 黒様がいる。あ、こちらにもいらっしゃる。あお、いやでもなんか割と会議中っていうか、あのでもあのくつろいでいらっしゃる。いや、くつろいでるような感じしないんだけどな、俺。あ、本当、うん、違うのかな。ちょっとこう、警戒してるんだよね。あ、そうなのかな、うん、何千字だ。でかい。でかい。あ、ここですね。超有名なインスタの映えスポットですね。ついに来ました。雰囲気ありますね。さすが、いろいろ撮りたいというか。見えるのかな。見えますね。あ、ずっとこれが流れてますね。いや、なんかひっそりと異世界へつながっている、つながっている感じが。ここがですね、この皆さんが撮るところですよね、はい、額縁効果の連続みたいなね。いや、なんかあのメガネ橋を思い出しますね。
まあ時代的にも近いんじゃないですかね。あ、確かにそういうことですよね。この重厚な、うんうんうん、うん、そうですね。まあ以前にもですね、あの話をしたんですけれども、こう赤とね緑って補色関係にあるんですよね。あで、まあ、赤って言ってもこれそんなにあの鮮やかじゃないので、結構色あせてるし、はい、で真逆には来ないからいいんですけど、今ちょうどこの新緑の、同じ緑は緑でもこの新緑の緑と、こう赤って言ってもちょっとこうなんか茶色、赤茶色みたいな、ね、感じだから、ちょうど真逆には来ないから、あのそれほど厳密じゃなくてもいいんだけど、その一応補色関係にあるので、なんかこう画面を半分半分で埋めるとなんかちょっとこうきついんですよね、どぎつい印象になっちゃうんですよね。なのでこの端を多め、赤多めの、緑を差し色にするか、緑を多めの赤を差し色にするかみたい な, なるほど、なんかそういうような感じで構造をちょっと考えてみるといいんじゃないでしょうか。形だけの構図じゃなくて色もそこに入ってくるわけですねそうですね、色のバランスっていうのをちょっとね考えてみるといいのかなと思いました。はいはい、インクライン来ました。ここが琵琶湖、ね、そう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 ですよね。それでずっとここまで、ね、でこれ八坂神社インクライン今ここですね、はい、哲学の道のずっとね、あの小川ですよね、これ。そうか、そこも実はこれの分流みたいな感じだったんだ。そうなんですね、うん、明治維新の時に事実上東京遷都に伴い急速に衰退していった京都の街を再興させた。なるほど、京都近代化の源、建設当時ね、うん、漢字がちょっとこう載ったりしてますけれども、はい、これは勝負ですかね。勝負？ああ、早いですね、もうこの時期咲いてます。線路が面白いですね、うん、あの今日はもうこれちょっと時間的にですね、もう日がだいぶ傾いておりますので、はい、あの明日ですねもう一つだけちょっとね行きたいところがありますので、はい、はい、そちらに行こうと思います。では私は京都の街に消えていきます。おはようございます。新緑の京都おすすめ撮影スポットその3はですね、嵐山です。今日もいいお天気ですね。いや本当何にも雲が見えないですよ。さあじゃあ今日も新緑と青空のいい写真が撮れるかな、早速行ってみましょう。はい、人気だからですかね、昭和の。懐かしいですよね、本当これとかこの辺が私は懐かしいな。あの今ちょっとあの広い年齢層で、ああすごい人気があって、多分この形はなかったんじゃないか。いや多分それは見たことないかも、うんうんうん、新しい柄とかも、あ本当だ、昔からあるみたいなんです。あ本当だ、はい、これは新しい柄かな、ちょっとこう新しい感じでね、うん、はい、すいません、ありがとうございました。すいませんお仕事中に。あ、野菜の自動販売機がある、そら豆、ちょっと見てみよう。ちゃんと冷蔵してるんですか、ね、あブイーンと音がしてるから、これ多分冷蔵庫になってる。ゲッ、安いな。何そら豆は安い、今500円600円しますよ東京のスーパーで。ほら
ちょっといい人たちが住んでんじゃないですか、この辺。いや、なんかちょっと雰囲気変わりましたね、一気に。ちょっと別荘地じゃないけど、なんかちょっと豪邸が並んでますよ。うわ、芝生が。高級住宅街か。この辺なんかちょっとあの、本当だ、ね、古い街並みな感じがしますね。白河この青空に映えますよ ね。そしてこの背景が綺麗な、やっぱ緑くるといいですね。いや、あ、なんかこの辺もちょっとなんかね、濃くなってきた、濃くなってきた。念仏寺。うわー、すごい緑綺麗ですね。待ってました。いやー、綺麗綺麗。うん、この道はどうもこれをずっとまっすぐ行くとですね、あのトロッコ列車の駅で有名なあの観光地の保津峡、ちょっと距離はまだここからありますけれども、でもあのずっと歩いていくとそっちの方まで抜けられるみたいですね。さあ、じゃあ戻りましょうか。この人たちもでもこの自転車で多分ずっとその川をこっちのそのところまで行くのかな。行くんですね。いやー、ほんと緑が眩しいですね。これは何ですか、かわいい。なんか作ってるジオラマ？ね、そう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 、ほら、このお寺の趣味ですかね。うん、ですかね。ちょっとこれは撮っておこうかな。今ね、ちょっと光がちょっと当たっているところが強いんですよね。反射がちょっと強いな、でも。さあ、ということで、じゃん。はい。ピエールフィルター持ってきました。今あのちょっとほら屋根とかそこの葉っぱに光が当たって、うん、それがですね。いいんだけどちょっと強いんですよね。なるほど。なので PL フィルターで少し軽減してみたいと思います。全部なくしちゃわずにちょっと残してみようかな。どうですかね、このくらい。さあ、どうでしょう、全く消してしまうっていうのもいいですし、まあ、ちょっとねあのこんな風に残してみるっていう、のもいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、この辺なんかちょっと竹がね、はい、増えてきまして、いかにもこう嵐山っぽくなってきましたね。人も多くなってきましたね。え、さあ、どうやって写真撮るか、みんな大変だ。あ、竹下通り。なんと、まあ予想してましたけどね。はい、はい、やっぱ多いですね、今までのこの静かな。すごい、もうつい今しがたまです、あれだけの静寂があったのに、ここでいきなりですね。
これは苔で。ああ、綺麗ですね、苔のね。暗さがいいですね。ね、ちょっとね、今この葉っぱを取ってるんですけど、この葉っぱを取ってで背景に何か入れる時に、まあ、例えばああいう橋があるなとか、そういうこう木があるなとか、物じゃなくって光を入れるっていうのをちょっとね考えてみると、光があってもそれは背景としていいなんか効果になると思って、そうするとですね、生まれたての若葉みたいなのの後ろにちょっと光がキラッと入るとね。こんにちは、失礼します。すいません、失礼します。いやー、渡月橋来ました。渡月橋ですね、来ました。はい、わー、なんかもう山の緑が燃えるようですね燃えるような緑だ、すごいな。ちょっと今ですね、まあ広角でもちょっとダイナミックに行きたいと思います。よし、さていかがでしたでしょうか。新緑の京都、どこもですね、本当なんていうの、もうその一箇所大原だけでもですね、本当まだまだこう撮影スポットはありました。お寺だとか神社だとかね、そういうの一つ一つ入ってたらもうとてもじゃないけど、最初に言いましたけどロケが1ヶ月ぐらいかかりそうなぐらいですね、撮影スポットたくさんあります。今回のこの3カ所以外でもですね、まだまだたくさんの撮影スポットがあります。紅葉の時期で桜の時期も素敵ですけれども、ぜひですねこの新緑の美しい季節にでもですね、京都に来てみるといいんじゃないでしょうか。カメラとブラトモミ、次回も素敵な出会いの旅を探していきたいと思います。ぜひお楽しみに。